お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちら高回転ゴブドリーウォールブレイカーデッキいろいろやっていきたいと思います。今ねえぐいです。このゴブドリープラスのなんかこのバルキリーボンバーテスラの高回転デッキが超流行ってます。もう世界トップ10のうちのもう半分ぐらいね、世界1位から10位のうちの半分ぐらいがね、使ってる。で、使ってる中でもいろんなパターンがあるんですよ。これはそのうちの一つに過ぎなくて、なんかね、まあ、あんま違いがわかんないかもしれないんですけど、クエイク入りのミラーとか、なんか雪玉バージョンだったり、まあ、ロケット押しが入ってんのか、で、これはプリンセスがいるのとか、なんか、ほとんど違いがわかんないんですけど、まあ、間違い探しだと思ってね、ちょっと、違いを見つけてほしいんですが、まあ、みたいな感じで、本当に1、2枚違うだけ、みたいな方が無限になります。これ以外にも、なんかこれの、ファインスピがウッドバージョンだったりだとか、まあ、そんな感じでいろいろあるんですけど、今はですね、まあ、この雪玉バージョンと、まあ、このクエイクバージョン、が結構トレンドというか、ここ最近ね、新たに生まれた方で、まあ、安牌なのはこのね、まあ、説明は無事んだけど、ウォールブレイカー入りとか、まあ、ロケット星入りなのかなと思いますので、で、これがね、本当は一番最初だったんですよ。一番最初にこれのデッキ生まれて、これから、スケルトン部隊をね、スケとかにして回転速くしちゃおうぜっていうのとかでいろいろ変わっていったって感じですね。まあ、なので、今日はいろいろまあやっていこうかな。で、まあ、雪玉型がちょっと珍しいと個人的に思ってますので、その雪玉型が今生まれた理由なんですけど、まあ、まず、このファイスピボンバーとかバルキリーやれば、枯渇に対してね、ウッドとかまあなくてもいいっていうか、もともとなかったんですけど、その雪玉は相手のバルキリーですね。ゴブドリに対して基本的に今バルキリーか、まあダークプリンスか、まあそういったユニットで受けてくるんですよ。で、バルキリーが結構多いんですよね。で、バルキリーに対して攻め雪玉を打てば、相手のバルキリー軽いんで、この子一応女の子扱いなんだね、このゲーム上。弾けるんですよ。雪玉でバルキリーを弾くと、そのゴブドリから生まれてきたゴブリンがめっちゃ刺さるんですよね。なので、攻め雪玉がばっか強いです。っていう、デッキかな。もうゴブドリプラス雪玉で、もう気合でね、もうゴリ押しで無理やりダメージを稼いでいくっていうデッキかな。こういうのも雪玉打てば、もうナイトがどっか行くじゃないですか。だから、ゴブリンがめっちゃ入るっていう。それでね、なんかもう無理やり無理やりにでもダメージを通していくっていうのが、まあ、雪玉編成かなと思います。まあ、雪なくてもね十分なんですけど、まあ、雪やる方がよりね、攻めとして優秀になりますよっていうとこかな。さあこれはまあドリル回ったんでね、飛ばしていきましょう。タルババも過ぎましたね。これ相手ちょっと受けが辛そう。これもねでワンチャリなんですけど、ノックバックする必要もなそうだな。ファイブとか打ってもいい気もするけど、打ってよかったですね。まあ、打たなくても、これでこんだけダメージ入ってますし、エリクサーアドバンテージね、取れてますので、で、このスケルギーがね、ちょっとだけ雪玉だと大変かもしれないけど、打たないです。さあ、バルキリーと、あとボンバー、まあ、雪玉とか範囲攻撃多いので、スケラにもね、耐えれますよねと。で、相手ポイズンとか打ってきてるんで、ね、もうガンガンいっちゃいましょうか。スケとかも追加してあげて、ちょっと攻め雪玉打ちたいんでね。よいしょ。ここで、これが強いです。これでもう全部どっか行けっていくと、このゴブリンが無理やりタワーを殴るはず。もっと殴ってほしかったですけど。っていうね、編成。マジでね、このデッキバカ強いなというか、バカ流行ってるから、絶対使った方がいいです。本当に、デッキパワーがありますっていつもよく言ってるんですけど。めちゃくちゃあります。はい。さあ、ベビドラ来た。ベビドラ来たとかもう関係ないですからね。アイスイズはそういえば5でワンパイになりましたよね。で、テスラ立てとけば、本当に何でも守れちゃう世界。本当に。お、あえてすげえ立ててくんな。いや、マジでテスラゲーなんですよ。で、このテスラをちょっと延命してあげたいね、僕は。よいしょ。テスラが残ってると、なかなかね、こう、なんて言うんですか、突破されることがないので。おい、テスラナイス。スケラも攻撃してくれたらね、もっとありがたいんだけど。さあ、どうせならここに植えときましょうか。テスラ2本。タケノコここに植えてら、ちょっとなんか、あんま良くないものになりそう。でもこれは本当に攻め雪しとくだけなんですよね。まあ、アイスイズいるから5打って、なんで雪玉もね、添えてあげて、うらーで、気合で。で、テスラ植えるじゃないですか。100% 突破されないんですよ。で、ドリル飛ばしてあげて、よいしょ。さあ、ファイスピと、あと雪玉で、まあ、耐えれはしますよね。ナイスというような感じで、もうタケノコ、まあ、ゴブドリ
本当に投げて、ね、相手のユニットですね、ファイボで飛ばせるユニットが来たらファイボで、ファイボじゃなかったダミストを失いたいなら、まあ、雪玉打つとか、まあ、そんな感じでね、もうゴリゴリですね。さあ続いてクエイク型でやっていきたいなと思います。でこちらにもね、先ほどと同様ウォールブレイカーは入ってないんですけど、まあ攻めクエイクがあるので十分削りとしてはね優秀ですよっていう感じかな。さあユーノです。まあ、ユーノは最近もほぼペッカー確定で、5組まれて3式がいるぐらいかな。さあ3式と3式来ましたね。結構レアです。あんま当たる意味じゃないですよね。さあゴブドリを使って守っていきたいっちゃ守っていきたいけど、はいはいはい、ナイス。いや思ったより強すぎるなゴブドリ思ったより守れるな、ナイス。でエリポンあったらいいね。エリポンあったらもうね、うますぎてやばいよね。もうクエイクでね、なんならクエイクを打ってエリクサーポンプ誘ってのミラークエイクとかね、まあ誘う必要もないと思うんですけどさあどうしようかなこれ。3C でもな、バルキリーもあるしね、意外と相性は良さげには見える。相性は良さげには見えるけど、ユーノとか、この周りのカードが大変かもしれないですよね、僕としては。3C 自体は止まるかもしれないけど、ユーノとかゴーストとかが止まらないっていう。さあ、クエイクね、これ打つよな。やべ、このスケやった。よし、これで2ヤードぐらい取れるんだっけな。よし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 。さあ、こっからだよね。問題。俺のでも攻めが、多分、ゴーストがいたっすよね。だから、ゴーストいないときに、どれだけゴブドリを飛ばせるかっていうのが、大事になってくるのかな。よいしょ。あ、ゴースト咲いた。でも、今だとね、一応、スリーマスケッティアが来るかもしれないからね。そこはね、一旦待ってね、行きたい。そうですよね。さあ、で、ここは僕も無理に攻める必要ないんでね、テスラ置いて、守ってからのドリル。てか、今、ここで相手が攻めてくるタイミングのドリルも強いけどね。そう、こういうタイミングでね、よいしょ。いや強いね、ナイスナイス。いやテスラも強いね、いろいろ強いね。オッケーオッケー。でエリーババが来ると、おお、頑張れ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 、君たちがダメージを稼いでくれた、俺はもうあと守るだけなんだよねこのめっちゃせこくない？バルキリーと他で守るだけで、あとはね、よいしょ、テスラで守るだけで、あとドリルがねダメージ与えてくれる。さあ地味にエリクサーアドバンテージがあると、これちょっと厄介ですね。相手に先に出してもらえると、僕の攻めたタイミングで3人が出されてね、被るとねちょっと嫌だっていう。さあクエイク打っちゃうかな、これ延命しちゃうかな。あのバルキリーミラーがあるんですよねとか思ったけど、うわっ、うまい、ファイスピがいい味出してる。でこのエリパパは痛いよ、これ痛いからね抑えて、三子がトゥトゥトゥンってかけたらさ、クエイクミラーとかってどんぐらい削ったりできるんだろうみたいな思うんですよ。これヤンキーかな？本当に？いや、ワンチャンない。いや、ワンチャンない。ワンチャンあるのかこれは。これバカかな？いや、でも結構ミリっすよ。結構ミリっすよ。これ生まれてくるさ、ダメージとかでワンチャンない。いや、ワンチャンあるよね。生まれてくるダメージ。そこそこに頑張ってんね。いいね。いいねいいね、これあと俺もクエイクだけで削って勝てそう。さあこれボンバー巻いては無視できない、一生ボンバーとね。ここでドリルいってんじゃない、2枚いくワンチャン。いや2枚はやりすぎだったよな、間違いなく。さあテスラで1回丁寧に耐えます危ねえよ、怖えよ。これこのクエイクは打っていいな、打っていいです、打ってダメな理由がない。でこのテスラ延命したいんだよ僕は。でファイスピも優秀で、ここバルキリーミラーがあるよっていう。まあミラーしなくてもいいけどね。オッケーオッケー。でさあドリルを、まあ右でもよかったかもね。このバルキリー相手絶対対応しないといけないし。おファイスピ飛んだら激アツなんだよな。飛べ、おー、どっか行っちゃった。さあちょっと怖いね。ちょっと怖いね。で、ゴブリンが、おい、ナイスーっていうね。もうクエイク。クエイクで削り勝ち。あと守るだけ。防衛そこそこに硬いんでね。っていうバージョンもありますね。ここ2個がね、ここ最近本当に登場したばっかで、ずっと使われてるのはこのやっぱロケット押し型と、もう対空がテスラだけなんですけど、もうテスラいれば勝てるよねっていう環境なんですよ、マジ。なので、まあテスラで守りつつ、本当高回転でドリルとウォールブレイカーがね、まあ攻めとしてあるので、まあこっちの方が削りやすさはあんのかな。
なんか防衛が俺得意だぜって方とかは、まあ、クエイクとか、まあ、攻め、雪玉欲しいぜって方は、まあ、雪玉型とか、マジいろんなパターンあるんだね。で、これ、ゴブオリはね、もう、あれですよ、エレジアイです。エレジアイ最近もう大量発生。いろんなデッキがっていうか、同じですね。今の環境は、この高回転のゴブドリパターン、エレジアイと、まあ、稀にというか、やや流行ってんのが、あいつですね。あの、名前忘れたわ、もう。ペッカ。本当にもう、そんぐらいしか今環境デッキないですね。結構偏ってる。けど、まあ、その中で、極まれにホグとか、なんかいろいろいるって感じですかね。さあ、テスラ OP だな。これは、スケぐらいでいいんじゃない？うい、エルジャイ一発でもね、痛いですけど。で、ダックプリのターンですかね。ちょうど今でも檻はないので、さあ、ドリルで、まあ、間違いなくダックプリが来るので、ダックプリが着地してくるタイミングぐらいでな、この、ウォルベイか。入るよ。ナイス。ドゥッドゥン。ボンバーもいますね。さあ、ボンバー、ダークプリンスっていうので、なかなかね、厄介ですけど。まあ、セミファイブでボンバーはやれるでしょう。まあ、マゼネクもいるんですけど、ね、ダークプリ受けてくるときはもうしょうがないですね。はい、ダメージ通らない。ですが、2周目、3周目、回転がやっぱ早いので、そこを狙っていきたいね。で、ここは、テスラ先置きしてもいいです。なぜなら、ライトニング打たれても、ゴブドリがね、もう一回、テスラとしてじゃねえな、施設として、守ってくれますので、まあ、一応ライトリング警戒でね、話して、これライト打ってきたらもうゴブドリ遊びだけなんで。さあ、行きますよ。ディンディンディン。いや、来ない。いや、来るんかい。ちょっともうちょっとどうせ話した位置に出してあげた方がよかったんですけどね。さあ、ですが、もうゴブドリ優秀だよねっていう。オッケー。やっぱ攻めでも防衛でも使えるのがね、そこそこにいい味出してる。で、まあ、低コストで回して、相手かな。両サイドに行くの嫌なんですよね。相手がちょっとサイド変えてきたので、俺もサイド変えてあげてね。これが、2円だよな。なんか、おい、ナイス、ドゥン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 で、ちょっと逆サイドもね、謎のプレッシャーを、プレッシャーになってんのかすげえわかんないけど。さあ、マザネクにはファイアーボルト。で、このエレジェイはテスラでね。で、ライトニング打ってきたらゴブドリでね、カバーできるよっていう。で、ライトニング1当たんない位置ぐらいにボンバー出しておけば、そこそこのね、火力として活躍してくれて、この相手がもうね、もう、相手がね、てか僕がもうね、防衛のね、ゴブドリとか出してすることによった時でいい。さあ、攻めてあげてね、しっかり。守り終わったらね、もう見るんじゃなくて、見守るんじゃなくて、もう攻めてあげればね、今みたいにダメージ入ります。さあ、これ、ゴブドリにね、ダックプリを咲かせて、こっち側ね、バルキリーオールブレイカー行くと、こっちも止まんないよねっていう。さあ、トルネプラスの、てか施設か？あ、エレジャイ。さあ、バルキリーがたまたま入れば熱いけど、うんうん、いや、入ってんね。ナイス。で、これ、ドリルプラス5でね、ドリルの出現ダメージみたいなので、ナイスっていう、もうね、強えんすよ。ほんと、ドリル投げてテスラを植えるだけです。やることは結構単純です。で、それだけでもね、十分削れるし、守れるので、いや、マジでね、大きな弱点っていう弱点がないですよね。結構安定して何でも戦える。さあ次、ロケット押し型やっていきます。で、これは、何がロケット押しになったんや。ボンバーがいねえのかな。多分、ボンバーがロケ砲になったとか、アイスピだしかも。なんかいろんな方がありすぎてね、マジでちょっとわかんないんですけど、今回の相手、ホグヒースピア。レアだ。めっちゃレア。ホグヒースピなんか見ることなくないですか。ホグヒースピア何のデッキっしょ、なん何のデッキでしょうか。うわー、やばい。え、キョスキホグのスケルトン部隊ウィザードとかなのかな。なんか一応そんなデッキはいたんですけど、ヒースピなんか入ってないよねっていう。さあ、キョスケヒースピナイト、ちょっと相手のデッキの謎なのが怖いですけど、さあ、オールブレイカーでね、プレッシャー与えていきます。あー、やっぱそんな感じかな。キョスケウィザードホグの、まあ、なんかが何かになったんでしょう。で、これ、あれなんですよね。ゴブドリに対して、相手がね、スケルトン部隊を持ってる可能性があるんですよ。まあ、一旦飛ばしますね。スケルトン部隊読みロケット星いきます。いけ！やっぱそうなんですよね。さあ、ロケ砲で、はい、ナイス。いや、これ、緊急としちゃうのか？おぉ、死ねえの、でか。これ、延命してあげたいけど、スケになぁ。スケにやられちゃうのか。さあ、ロケ砲はいいんですが、スケルトン部隊厄介ですね。あれにセミファイブとか、なんかいい感じにね、決めていけるといいんですけど。さあ、ちょっと、流れは悪くはなさそう。キ
チョスケ、オスケルトムとイサイター、これ言っていいな、めっちゃ熱いで、ウォールブレイカーまで行きます、絶対受けれない、絶対です、絶対です、ドゥンドゥン、ナイス。しかもウッドがね、これあるあるです、ウォールブレイカーが来て、やべえ、ゴブドリも抑えていいけど、ウォールブレイカーも抑えて、いきや、今だって感じで、ちょっとウォールブレイカーを守ろうと、ちょっと早めな贅沢なね、ローリングッドをしてしまうと、ゴブドリがね、すべて生きてくるっていう地獄なね、サイクルになります。で、これもスケルトン舞台用に、一応ファイボかな、出てきたら。ナイス。よいしょー、まあ、こういうのがね、雪玉だとはもっと便利ではある。オッケー、さあこれも守る部位ですからね、相手は多分ファイボとかだと思うんですよ。でウィザードがこの辺に行きますよ。こんにちは。さあバルキリーしばいてあげて、アイスピでね、ナイス、ロケット押し、ロケット押し頑張れる、いやー強い、さすがに強い。でテスラが無限もう一回で、一応ゴブドリもあるんでね、あーオッケ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 ー、これはね鉄壁、これ何が悪いかっていうと、全てはテスラです。テスラじゃないと成り立ちません。これもうスケルトン豚読みファイボ、ああ、生きった。いや、生きったけど、それぐらいの生きりがちょうど今だる。で、テスラ置いとけば、相手の方が絶対突破できませんよっていうね。本当に、高回転の希望です、テスラは。まあ、テスラないとね、本当に今、大型止まんないっちゃ止まんないんですけど、もう、大型と一緒に加工してくれっていうね。はい、贅沢だね。願いを、運営さん、お願いいたします。では、続いて、プリンセス型、もう元祖ですね。なんで、この、デッキ対決になった時に、多分このデッキが一番勝ちにくいのかもしれない。他のデッキとかには万能かもしれないんですけど、同じ同系統対決になった時に、ちょっとだけ回転が遅いんですよ。そのスケルトン部隊、スケがスケルトン部隊になってるからこそ、ちょっとね、同系統の時に弱かったりだとか、まあ、プリンセスもあんま輝かないよねっていうので、多分ちょっと減ったのかな、そんな感じがしますね。まあ、ですが、普通に関係なくね、大型デッキには、まあ、そこそこに戦えるよね。ファイボも入ってないですね。プリンセスの枠がファイボになったんだな、いずれ。エレキダクプリってことは、ペッカだと思うので、ワンチャンスパーキー、これウォールブレイカー止まんねえよねっていう。で、しかも、俺、たまたま今回スケルトン部隊じゃないですか。でも相手ペッカだからね、普通に活躍しちゃうっていう。ナイス。うえい、囲んじゃって。まあ、ザップ打たれても、打たれたとて、テスラが全部守ってくれますので、マザネクが、こんにちは。お、盾の戦士。盾の戦士使ってる人いる？見たことねえで。マイキーぐらいじゃない？やべ。発言が意味わかんねえ。うえい、さあ、1700で攻めていきます。ブタちゃん来ましたね。これはね、バルキリー優秀です。そして、プリンセスもいることによって、守っていくからの、これは同サイドでも逆サイドでもどっちでもいい、ぶっちゃけどっちでもいい。でこのファイスピをねつけてあげることによって、ファイスピがほぼ角でねタワーに飛びますっていうか、付近に出たのにも飛んでタワーに入ることがあるんですけど、相手のダークプリンスの位置がうまい。でこれはちょっとボンバー生贄に、ボンバー生贄に盾の戦士って地味に痛いんだっけな、よくわかんねえな、あんま見ないからな。アイザンデッキなんだこれ。ペッカダクプリ立て戦力でしょ。あ、ペッカロイフォグなのか、ただの。ただのって言ったらあれだけど。で、ウッドも持ってましたね。なので、次からちょっと気をつけないと攻めウッド来ちゃうんだね。さあ、マジやっちゃう。アイザンデッキめっちゃレアじゃない？マジで見ないっすよね。こんなデッキ。本当に見ない。さあ、ですが、もうバルキリーもボンバーとかファイスピとかもあるからな。すげえ相性がいいように見えちゃうんだよな。さあ、もうあれだな、テスラで。ダークプリンス咲きましたね、皆さん。咲かせたことによって、これが生きてくるよと。よいしょ、ドリル。足前プリンしてもいいけど、縦の戦士厄介だな。ゴブドル受けに、ほんの少しだけ優秀っぽい。ほんの少しだけね。で、マジアチャーがいたな。ちょっと厄介ですが、まあまあまあ、ここで攻めない、攻めることを怠ってはいけないんですよ。やっぱ攻め続けないと、そのね、やっぱ防衛に回ってしまうとなかなかね守りきれない。相手のね攻めの形が完成されてしまうと嫌なので、今ああいうところでもしっかり攻め続けるのが大事ですね。さあ後ろプリンで、まあ後ろプリンとかテスラで困ったら様子見れるんで、このデッキはね置いとけばなんとか休憩はできます。さあドリル飛ばしていきましょう。間違いなくダークプリンスで受けてくるんですけど、まあまあまあ
いや、相手のマジックアーチャーで俺のテスラ壊されるの嫌だね。で、相手なんか5系がねえのかな。なんか一生後ろから一生後ろからユニット出せるっちゃ出せるんだよな。いや、ちょっとやばい。いや、これ鬼の許容とか思ったんですけど、鬼の許容してる場合じゃないですね。いや、うまい。いや、マジでうまい。それはバカうまい。やばい。え、待って、やばい。え、待って、やばい。マジでやばい。本当にやばい。本当にやばくなってきたけど、意外と両方入ってる。ペッカ？ここで一旦逆サイ？いや、マジである。ナイス。ナイス。エレキが来るか？いや、ファイスピ？飛んで？なんか。これダックプリってあれ？さあ、テスラ耐える。あと530も欲しいな。どっち行くか悩むな。ハシマプレイ。もうゴリ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 ラゴリゴリゴリラゴリ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 ラ。ナイスナイスナイス。テスラ置いてバルキリフレ。あとちょっと、あとちょっとスペルがねえ。このデッキバカバカバカ、スペルがねえ。これハシママジアジ来る、ハシママジアジ来る、絶対来る。え、来いよ、こんの回。耐えた。はじめまじっただけ。あー、落ちてゆくー。ナイス。やぶな。これはね、もっと楽に勝てると思うんだけどな。めっちゃピンチになっちゃいましたね。縦の戦士とかがね、なんか思ったよりゴブドリの受けて優秀だったね。さあ、ラスト、ちょっと雪玉型がね、個人的にお気に入り。まあ、あの、ミラークエイク型もお気に入りなんですけど、やっぱ雪がね、強いんですよね。攻め雪と組み合わせることによってもう確定、本当にほぼ確定なんですよね。さあ、よろしく。ダックプリ以外バルキリーとかね、その辺はいいんですけど、まあメガナイトとかダックプリで受けられた時ぐらいはしょうがないんですけどね。それ以外の時には大活躍します。さあ、そしてもう流行りのボンバー、そしてインドラってことはエレジーだと思うんですけどね。エレジャイ、エレジャイかな、多分。てか、ほぼ確定エレジャイだと思います。さあ、エレジャイ来ました。まあ、ここは後ろからね、エレジャイに対して、一旦こう、バルキリーとか合わせてあげるのって結構大事です。テスラ。お、テスラ寝てんな、さっきから。起きて。で、ゴブドリ飛ばしても、あの子がいたんでね。なんだったっけ。ダックビリが多分いるんでね。よしよし、これだけで一旦守れるんじゃない？ナイス。しかも俺なんかね、謎にいつも逆サイ飛ばしたがるんですよね。絶対同サイでいいんですけど。ダークプリンスね、ぴょこん。で、バルキリーだったら攻め雪打てば、まあダメージ入るんですけど、ダークプリはちょっと重たいんでね、それは通りません。しょうがないですね。さあ、バルキリーで受けていきましょう。で、ボンバのダメージもちょっと嫌なので、とか思いながら、あ、強い。さあ、これファイアスピのダメージ稼いでいこう。んで、今、この僕の、この、あれですよ。あの、ゴブドリに対しては、ダークプリンスが回んないんですよ。回転が僕の方が早いから。だから、ここで、ゴブドリプラスの攻めファイボとかを構えてあげるのが、熱いよねっていう。で、あのゴリラが来るのはマジで違うけど、たまたま、しばけるからいいや。ナイス。さあ、相手ダークプリン回してきましたね、無理やり。ってことは、さらにね、また次のね、僕のゴブドリがきついんじゃないっていう。さあ、ファイスピで一応受けれてもいいし、攻めれてもいいよねっていう。さあ、ここでゴブドリかな。で、ボンバーもちょっと追加しようか思ったんだけど、やめときます。テスラ置いて。やべ、テスラ寄っちゃった。おお、なんか、ラッキー。ボンバーが縛って、トルネが縛ってる。ダブル縛。そんなことある。ダブ縛。レアですよね。さあ、雪玉のね、遅延効果で。あとドリルも置いてあげて、ドリルの置く位置がちょっと下手なんですけど、それ許して。ワンチャンマザネク？あ、ボンバーやファイブタンクいいか。さあ。いや、強えな。いや、マジで強え。コンバルキ、え、待って、62しかも。やば。ゴブドリ化け物だな。で、一応ここでね、ゴブドリがある。しかもテスラもあると。ナイス。で、この辺に、ね、置いといてあげよう。で、後ろにね、しっかりバルキリ当ててあげて、やべ、雪玉ミスった。ファイブ圏内ですね。オッケー、グッドゲーム。っていうね、感じで、やっぱ回転が早いので、
なかなかね、俺の攻め通んねえじゃんってね、ダックフリーボンバー相手ってなるんですけど、絶対チャンスがあります。1周目、2周目通んなくても、3周目にはじゃあ君間に合わないよねっていうので、まあそれがね、この高回転ドリルの強みだと思いますので、ぜひね、ほんとドリル飛ばしてテスラで守るだけなので、皆さんぜひ使ってみてください。いろいろあります。では、よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いいたします。お疲れちゃんでした。またね。